こんばんは、平井弘明です。今回はですね、シャンクシャンク撮りますシャンクで悩んでる方に参考になる動画を撮っていきたいと思います。いろいろ原因とですね、直し方だったり、コースでいきなり出た時にどうしたらいいかっていうのを動画にしていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まずそもそもシャンクなんで出るかっていうのは、左脇が空いたり、左脇が空くことでこうグリップがこうやって浮くんですよ。それでクラブが寝る、これが結構多いですよね。あとは飛ばそうとして右膝が出る、で右膝が出るとクラブが寝るんですよ。でそうすると手が浮く、そうするとシャンクが出るんですよ。そう、これがね、シャンクほぼ出ますね。ちょっと打ってみます、軽く。120点のシャンクです、今ので。多分本当にシャンクで悩んでる方は、いや、シャンクの音はもっと恐ろしい、ペチって言うんだっていう方いると思うんで、ペチって取ってみるよ。これシャンク。逆を言えば、あれどうやって打ったかって言ったら、手を出して右膝出したのでシャンクが完成する。それをなくしたらシャンクって出なくて、それをなくすのは左脇締めてヘッドを前に出してあげたらシャンクって出ない。こうやってヒールがこうやってボールに向かうからシャンクが出るのね。そのヒールを向かわせないのよ。頭を先っぽをこうやってボールに向かわせるの、こうやって。そしたらシャンクって出ないの。早く返すような感じ。そう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 。だからこうやってためを作ろうとして作ってる方だったり、体を回転しようとしてクラブを遅らせようとしてる方だったりっていうのが出やすいんだよね。あとは飛ばそうとしてる方、上げようとしてる方っていうのがシャンクは出やすい。シャンクが一発出るとよくシャンク病って言ってずっとシャンクが出るのよ。なんでかっていうと、当てに行くから。当てに行ったら俺なんて言ったっけ。当たらない。そうなんですよ。当てに行ったらシャンク出るんですよ。なんでかっていうと、当たんないから先にこうやって当てに行くの。そうそう、もう登録やってそうなの。ボールに当たるのはヘッドだから、ヘッドをこうやって動かしてあげたらシャンクって出ないのに、当てに行くからこうやって出る、手が出る。だからシャンクが出続けるの。これアプローチも一緒、全く一緒だから、拾いに行ったり上げに行ったりするとショット同様にアプローチも同じミスが出る。ダフリトップシャンク、これはダフリトップシャンク、球は3つあるけど原因は1つだから、全部一緒、動きが全部一緒なんで、どれが出るか分かんないですよっていう感じ。その動きをやっぱりコースでこうやりやすいってことなんだろうね。それが悩みが多いってことは、だからクラブヘッドを動かしてあげることが まずもちろん大事なんだけど、その前にこのシャンクダフリトップが出る方の特徴言っていい？ボール左奥から、これボール真ん中の線ね。これに対してショットなんかは、本当はこれ今8番アイアンだね。8番アイアンなんかはこの辺に置いてほしいわけよ。だけど大体シャンクスライスダフリ悩んでる人ってボールこの辺奥から、これでまだいい方なので、これのもう一番やばいやつはここに置いてあることに気づいてないこと。それ左すぎないですかと、これ真ん中だよって言っちゃう。そうするともうこれはもうダフリトップシャンクは絶対出る。これを当てに行ったらこうやってやるから、そうで、これ上げに行ったらダフるから、そうで、これ飛ばしに行ったら右膝出てスライスが出る、全部出る。そうだから、このボールのポジションが分かってないとなかなかシャンクを直すとかダフリを直すっていうのは難しい。その左を置くことはおすすめしない。逆にじゃあ右に置きすぎるとあんま出ないシャンク。シャンクどころか右に置いてたらミスショットって出ないのあんまり。え、そうなの。そう、超楽勝で打っていい。これ右足の外を置いてるよね。絶対ボールって曲がんないのよ。そう、これね、ボールってここにあればあるほどボールって曲がんないの。そう、もう何回打ったって曲がんないの。絶対曲がんない。ロフトが立ってるし、結局ここで振り遅れることもないし、上げに行くこともないし、何することもないからっていうか何もできないから、だから曲がんないの。これをじゃあ右足のつま先の前に置くよ。そう、これだったらそこそこ球上がるのよ。したら結構いいかな。そう、それを左に置けば
飛びそうなイメージ、上がりそうなイメージ、ちゃんとこう芯食うイメージっていうのがある。要は頭の中のアマチュアゴルファーの頭の中がやっぱりドライバーっていう意識が多いのよ。だからドライバーってティーアップしてるから左置いている。そこで240ヤードとか200ヤードとか飛ばしてごらんなさいよ。そのイメージでアイアンも構えるじゃない。そしたらアイアンこうなるから、 それで左に何でもかんでも置いちゃう場合があるんだよね。もちろんアイアンになると真ん中に置く方もいるけど、右すぎですねって俺多分今までないと思う。見ててほとんどの方が左置く。だからそうなってくるとやっぱミスって多くなっちゃうから、なるべくそのヘッドを自分の真ん中、この線が自分の真ん中で構えたらヘッドがここだよね。でそれに合わせてボールを置いてあげる感じ。だこのポジションに置けたら、うん、ボールがまっすぐ飛んでいきやすい、ね、うん、そう。だそのボールポジションを意識するだけでもミスって減る、うん、それはちょっとやっていただきたいポイントかな、はい、今まで似たような動画はね撮ってきたけど、シャンクだけっていうのは今までなかったんで今日ちょっと撮ってみました。で詳しい原因っていうのはもちろん現場に行って出た時に見てみないと分かんないんですけど、多くの原因として今のこの、まあ、3つぐらいっていうのが多分動きとして多いんで、それをちょっと気をつけてやっていただきたいと思います。それでもさ、うん、意識して右足出して、うん、手浮かせて、うん、それをやろうと思って打ったらミスは出ないの？出ない。やっていい？手浮かしてクラブ寝かして右膝出すの？全然ナイスも。何それ？もうね、あのね、もう登録はね、俺のクラッシャーだから本当に。俺この間ね登録にね右膝出してって言われたけど、俺それ1個だからできたよ。だけど3つはなかなかないよ。3つ意識しなきゃいけないからね。そう、難しい。逆にちゃんとできてるかな、膝出てるかなって感じだから。それでもちゃんと打てるかなだもんね。4つだよ。だからあ、そうそう、あ、そうだそうだ、ゼロもだから。それでちゃんとやらないといけないから。そうそう、ちゃんとやるってね大変。打てた1球目からびっくりするね。それでも自分からやれば、そうそうなの、そうなの、そうなの。だから意外と難しいのは自分からシャンク打つのは難しい。結構練習場で学生とかとやったことあるけど、意外とね当たっちゃうの、打てる人は。あれ前さ言ってたっけ、なんだっけ、ダフる人にダフってって言ったらダフれないんだっけ、トップって言ったらトップ打てないんだっけ。ダフり、ダフれない、ダフれない。完璧にダフらしてって言ったら、でもちゃんとスイングしてって言ったら、うん、意外とダフれないから。ダフれない。ああ、トップも打てない、トップも打てない。完璧にトップ打ってって当たっちゃう。そうだからスイングしないでこうやってやるのはなしよってことだけど、そうでもちゃんとした自分のスイングでトップ打ってダフリ打ってって言ったら意外と打てないから、意外と当たっちゃうのよ。だからね意識してないってことなんだやっぱり。特にシャンク、シャンクもじゃあ打ってって言ったら打てない。じゃあ1球出たとするじゃない練習場とかで、でも思いっきり今と同じシャンク完璧に打ってさ、意外と打てない。意識しちゃうと意外とできない。当たっちゃったりするんだ。そう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 。普通にいい球出るときあとね、これ本当全く一緒で、フックとかスライスも一緒、同じスライスもう一回完璧に打ってって言ったら意外とあの違う球出る。だから本当にその何を打つにしても意識してることは大事。でもなるべく1個にしてください。3つは3つはやばい。そやでもね、よかったらまっすぐ打って、ね、そう。いや気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。